皆さんこんにちは精鋭論壇へようこそ司会の李軍です元外交部長の信号が罷免された後中央外交弁公室主任である沖が直ちに外交部長に就任しましたしかし国防部長の李正服も正式に罷免されしばらく経ちましたが国防部長はずっと空席のままです今回の米中首脳会談の珍しい成果の一つは 両国の軍事対話の再開ということです。しかし、オースティンアメリカ国防長官は、誰と対話を再開すればいいのかわからないと述べています。なぜ中国の国防部長はずっと空席のままなのでしょうか。最近、中国の周辺国との軍事的摩擦が増え、きな臭くなってきています。今日は、中国国防部長の空席の謎に焦点を当て、議論したいと思います。本日、 スタジオには、大紀元時報の総編集長のカックンさんと、時事評論家の関さんさんをゲストとしてお招きしています。さらに、オーストラリア在住の歴史学者であるリゲンカさんも、今日の議論にオンラインで参加されます。番組の前に、私たちの動画サイト、ガンジンワールドのチャンネル登録をお勧すすめします。精鋭論壇は毎週土曜日、ガンジンワールドで放送されますので、どうぞご支援ください。 まずはカックンさんにお伺いします。李性福の公認については、海エイや流進利、さらに超有境だという、いろいろな噂がありますが、これらの噂はみんな、消えたようでした。この現象について、どう思われますでしょうか適切な公認者が見つからないのでしょうか宗教の国防部長候補の人選がなかなか見つからないということは、内部の権力闘争が未だに続いており、その結果、 妥協点がないことを示しています。宗派と他派閥の争いであれ、宗派内の争いであれ、まだ続いているのです。李将北の国防部長の悲鳴は、もちろんこうした闘争の結果であり、公認がまだ選出されていないのは、闘争がまだ終わっていないからです。そして、宗教軍側はいくつかの大きな問題に直面しています。第一は、軍改革の後、現代戦について十分な知識を持つ、 経験豊富な上級将校がいないことです。実際、宗教は1987年のベトナム戦争以来、一度も戦争を経験しておらず、36年が経ちました。超悠教やカ・エイトなどの戦争経験者は、実際には段レベルの将校に過ぎず、しかも、これらの人たちは過去長年にわたる軍事教育はソ連式であり、現代戦をどれだけ知っているかは鼻だ疑問です。第2は、 軍に対する粛清の余波のことです。軍隊は仲間関係に特別な注意を払う専門的組織であり、兵士同士の関係は他の組織とは大きく異なります。なぜなら、戦場では生死を共にする仲間を頼りにするため、同行意識が強いからです。これは世界中の軍隊に共通しています。軍隊が特に派閥を作りやすい理由もここにあるのです。これは軍隊の文化によって決まるものであり、そのような文化のない軍隊には闘争力がありません。 したがって、軍隊の粛清は、多くの結果と後遺症をもたらしました。一人が粛清されれば、結果として大勢の人の恨みを買うかもしれません。新しい人を登用するとき、不満や恨みを持つ人を登用したくないなら、中共の上層部は、適任者を探す問題に直面することになったのです。李所福はどのような問題を抱えており、今後どのような連鎖反応があると思われますか彼は国防部長なのですから。 李性福の失脚した理由は2つ考えられます。1つは、中精神の問題、つまり、政治的な問題です。もう1つは、汚職、しかも非常に深刻な汚職問題です。今、北京では、高2代や高3代といったグループ内で、様々な反対勢力が多くの行動を起こしているというニュースが流れています。李性福も高2代なので、この内部構争が起きたかどうかはまだわからないのですが、しかし、様々な憶測やニュースが飛び交っています。 それに、李正福は同じ高二代である張勇強に投用されたのだから、ここにも非常に複雑な問題が絡んでいるのかもしれません。汚職問題の重要な点は、これは制度的な問題であり、一人や二人の逮捕で解決できるということではありません。昨日も中共0719の大型揚陸艦竜庫3号から火災と煙が出ているというニュースを見ました。もちろん、具体的な原因はまだ不明ですが、 船に異常があるという噂もあるし、訓練だという噂もあります。真実がどうなのかはまだ分かっていないのです。しかし、過去20年間、中共は様々なタイプの軍艦を大量に建造しており、実際、その品質には疑問符がつくものが多くあります。事故の多くが品質に関係しているのではないかと思われます。0719は中共の現役中の最大かつ最新の揚陸艦で、中共が台湾に侵攻する場合、最も重要な武器です。 071揚陸艦は、兵員や各種装備を輸送する、毒型輸送揚陸艦でもあるので、龍庫3号に本当に何かあったら非常に恥です。李承福はかつて、軍装備部門の責任者だったので、最近、中共の軍事装備に事故や問題が多発しているから、もちろん彼は責任を逃れられません。軍事装備は一番甘い汁が多いので、政府で一番危険な職位は交通部部長で、軍で一番危険な職位は装備部長だと言われています。 実際、微笑服は8月末の登場以来、ずっと姿を消しています。これは厳密に言えば、国防部長というポストは3ヶ月ほど空席です。関さんさん、国防部長の公認が難しい理由について、ご意見をください。私の考えは、今の中国では国防部長は実際に軍事権力を握っている人物ではないということです。中国の軍事システム全体が外国と違います。 その理由は外国では文官が軍を支配しており、基本的にほとんどの西側諸国では文官が国防部長を務めています。しかし中国では国防大臣になるには軍人か将軍でなければなりません。もう一つの違いは中共の軍隊は国家軍隊ではないということです。中共自身も中国では人民解放軍で中国の軍隊ではないと言っています。 それは中共の軍隊であり、党の絶対的指導のもとにあるからです。したがって現在、中共軍の軍事権力を握っているのは国防部長ではなく軍事委員会主席なのです。軍事委員会の委員は、習近平を含めて7人います。李正福は5番目か6番目で、つまり彼は軍事権力を多く握っている人物ではなく、外部との連絡役という意味合いが強いのです。 ですから国防部長の空席には中共軍の運営そのものに対する緊急性はあまりありません。この空席を埋める人物を見つけなければ軍が活動できないというわけではないのです。それは外交部長と違います。外交部長が空席だとできないことが本当にたくさんあります。その通りです。 中共の軍隊では、党が軍隊を指揮する、つまり軍隊は国軍ではなく、党の軍隊であるという特徴を常に強調してきました。そのため、軍隊の編成には実は多くの変化があり、非常に興味深いです。中共の最初の国防部長は、元帥の法特会で、その次は林表と続きます。これは非常に興味深いことです。 つまり実際に軍事権力を持つ人物が国防部長を兼任するのです軍事委員会の副主席あるいは軍事委員会の委員でありながら同時に国防部長も兼任し軍事権力を実際に握っていた人物なのです新キーもそうです元々はこのような人たちだったわけです林氷がいなくなった後軍の責任者だった楊建英がいました その後、鄧昌平が政権を握った時、問題が起きました。鄧昌平は中国の総理でも国家主席でも党の主席でも就任したことはなく、党内の副職だったからです。しかし、鄧昌平は軍事権を持っており、軍事委員会主席でした。したがって、鄧昌平は政府を通じて軍を統制することはできません。 つまり自分自身を牽制する人物を立てることはできないため、当将兵は国防部長を通じてではなく、軍事委員会を通じて直接軍を指揮しなければなりません。そのような二重身分の人物は必要ありません。先ほど新キーの話をされましたが、彼もこのような背景の上昇でした。 そのため、鄧昌平は国防部長を昇進させる際も自分の身内を昇進させ、国防部長のポストをある程度空っぽにしたのです。鄧昌平に始まり、江沢民、江近東、そして現在に至るまで、このポストの権力は空っぽのままです。つまり、軍事権力は国防部長とはほとんど関係なく、軍事委員会が大きく関係しているのです。 これは国防部長の空席がなかなか埋まらない重要な理由の一つかもしれません。一番心配しているのはアメリカ側のようですね。そうですね。アメリカ側はずっと軍事対話の再開を望んでいますから。アメリカのオースティン国防長官はとても急いでいるようです。そうです。対話を再開する相手が見つかりません。国防部長はいませんが、最近。 中国と近隣諸国との軍事的摩擦が多く発生します。フィリピンと南シナ海で色々なことが起きています。李玄科教授にお聞きします。それはどのような状況でしょうかフィリピンには排他的経済水域であるアユン銀賞があり、そこには第二次世界大戦中に座礁した軍艦が一隻あります。フィリピンが領土を守るためにそこには少数の部隊が駐屯しています。 中共はこの場所が中国のものだと主張しているため対立が生じました。フィリピンは定期的に輸送船を派遣し、座礁船に物資を運んでいます。ただし、中共は最近衝突の度合いを強めています。例えば10月22日、中共は38隻という非常に多くの船をこの水域に派遣しました。そのうち28隻が民兵船、5隻が中国海警局の船、5隻が軍艦でした。 これはフィリピンが公開した監視情報です。この数は中京がフィリピン船の航行を妨害することができるという意味です。この前も海警船と民兵船がフィリピン沿岸警備隊の巡視船と軍の輸送船に直接突っ込む衝突事故がありました。最近、つまり10月の時点で中京はまた放水砲を使ってフィリピンの軍の輸送船を攻撃しました。 現在のフィリピンの大統領、マルコス・ジュニア氏は比較的強硬派の人物です。非常に腹が立つ話です。彼は何度も自国の報道官を通じてフィリピンは主権を守り、これが基本原則だと強調しました。これがフィリピンと中国が対立する最も根本的な理由の一つです。 実際にはこれは単なる中国とフィリピンの衝突ではなく背後にはアメリカに対する中共の挑戦があると考えられます。なぜなら1951年にアメリカとフィリピンが締結した共同防衛協定があり攻撃を受けた場合お互いに協力して戦うという基本原則が盛り込まれています。したがって今回の事件発生後アメリカは初めて国際法に反する中共の行為を非難しました。 フィリピンは2014年、アユン銀賞の問題をハーグ国際司法裁判所に提訴しています。2016年、ハーグ国際司法裁判所は、中京が過去に提唱した球団戦、つまり自国の境界線内にアユン銀賞を入れた球団戦は国際海洋法に合致しないため、国際社会から認められないという判決を下しました。 もちろん中共はハーグ国際司法裁判所の判決を認めておらず、これに対抗するために大きな措置を講じています。私もこの報道を読みました。フィリピンは以前から中国と交渉していたようですが、今は交渉したくないと言ってます。マレーシア、ベトナムなどの国々と新しい規則を協議したいと考えているようです。率直に言って、 その様子はますます強硬になっているようです。はい。しかし、この新しいルールは実際には ASEAN10 アアカ国に関するもので、その多くは南シナ海でフィリピンと同じような問題を抱えています。現在フィリピンが最初に新ルール策定の意向を打ち出していますが、相対的に言えば ASEAN アアの中でより力のあるベトナム、マレーシアなどもフィリピンと同じ状況です。 つまり南シナ海問題において中京の球団線は実際には他国の排他的経済水域に直接線を引いています。そのためこれらの国々は共通の原則を議論しており、この原則を東南アジアに拡大することを望んでいます。彼らは中国に対して共通の悩みを持つ国々が同じ価値観を持っているので協力すべきだと提案しています。 この協力には東シナ海の日本や韓国、さらにはインド太平洋地域のオーストラリアも含まれます。みんなが共通の価値観を持っており、中国が海外で権力を拡大する中で、今回フィリピンはみんなが協力することを期待しています。現在、フィリピンの大統領はもはや交代しないと感じています。彼は自ら前進しました。中国と交渉するのではなく、 のの影響をををを受けるる国々と力力合わせ新ししいルールルルーー作りそ実施すすために協力します中国がこれに対してかなりの反発を示すだろうと確信しています。背後には大国、アメリカのサポートがあります。関さんさんにお聞きします。中国とフィリピンの南シナ海での対立をどう見ていますか今お話ししたように、フィリピンは東南アジアの他の国々と新しいルールを取り決めようとしています。 なぜ新しいルールというのでしょうか以前は ASEAN10 アアカ国プラス中国という10プラス1という古いルールがあったからです。この古いルールでは南シナ海における各々の行動には基準があり、基本的に武力行使はしない、国ごとの話し合いが最も重要ということです。これは中共が最も望んでいることです。10カ国で話し合うのではなく国ごとに問題を解決するのです。 もちろんこれは実際に言っていることと違います。国同士の紛争は個別対応なのです。例えば、フィリピンがマレーシアと対立していれば2国間で単独で話し合い、ベトナムと対立していればそれも単独で対応します。だから、あえて中国はフィリピンと対立しても単独で話し合うので、都等を組んで私に話をしに来ないでくださいと言っているのです。 これは中共にとって最も重要なポイントで、過去の南シナ海における戦略は全てこの考えを中心に展開されてきました。他国間交渉ではなく二国間交渉のみ。これは中共が以前南シナ海行動基準で掲げたものです。なぜフィリピンは今他国と話し合って新しいルール作りをしようとするのでしょうか。一つの国では中共に勝てないからです。 フィリピンが中京に勝つにはどうすればいいのでしょうかどうすれば中京を打ち負かすことができますか交渉がダメならどうすれば中京と戦えますかそのためフィリピンは複数の国と手を結ぶ必要があります。だから新しいルールを作りたいわけです。補足ですが、アユン銀賞のフィリピン軍艦はわざとそこに座礁させたのです。 アユン銀賞はフィリピンから最も近い沿岸の大きな干渉で約120回離、200キロ離れています。フィリピンはミスチーフ賞の領有を主張したのに、中京が他の賞も全て占領しているため、これ以上失うわけにはいかない。ここを占領されたらもう足場がなくなってしまうと思ったわけです。だからフィリピンは軍艦を一隻そこに置いてあの場所に座礁させたのです。 わざとです。以前は中共は状況を監視するだけでしたが、最近では包囲して上がらせず、補給船に対し通行を阻止するようになりました。当初はいわゆるリトルブルーマ号を使って阻止していましたが、今は中国海警局の船を使って阻止しています。軍艦は後ろから見張っているので、海警局の船は道を塞いだままで引き下がることはできません。 中共の軍艦が前に出てフィリピン海兵隊と打ち合えば軍事衝突になってしまいます。中国海警局は軍事組織ではないのでフィリピン船にぶつかったりいたずらしたりできますが軍艦は近づけません。だから今中国海警局の船とフィリピン海兵隊の船との対立にエスカレートしてしまいました。もちろんアメリカはこの問題についてこれ以上のことはできないと言って出てきます。 フィリピンも中共も一歩も譲らないという姿勢です。もし中共が行き過ぎたらあらゆる手段を使って戦うとフィリピンは言っています。武力行使という意味です。武力行使を始めたら相手も武力対応をしなければならないということですか双方が軍事衝突をすれば米軍が介入するでしょう。 つまり、今回の場合、中国側はアメリカ側の底力を試している一方で、アメリカ側もフィリピンに大きなヒントを与えたと思います。つまり、中京を試すこともできる。やってしまえばいい。後ろにはアメリカがいるのだから、中京はあえてあなたを撃つ勇気がないだろう。あなたは小さい国ですが、後ろにはアメリカがいる。こういう状況で、南シナ海全体が紛争のホットスポットになったわけです。 ええ、実際、南シナ海は軍事衝突の可能性、あるいはその可能性が最も高い場所の一つだと思われます。ホットスポットの一つですね。ではお聞きしたいのですが、最近フィリピンだけでなく、中国とオーストラリアも何か問題を抱えているようですね。そう、長魚島、尖閣諸島の近くです。東シナ海と長魚島周辺です。現在、いくつかの国の軍隊は非常に緊密に交流しています。 カナダイギリスアメリカオーストラリアの軍艦が南シナ海あるいは台湾海峡に近い東シナ海に行き合同演習や交流を行うことがよくあります今回オーストラリアのフリゲート艦が長魚島の近くにいましたがもちろん外洋ではなく日本の排他的経済水域にいましたオーストラリア船のプロペラが漁網に引っかかりプロペラを修理するためにダイバーが下船しました そこで中国の確か近代クラスの駆逐艦ネーハだったと記憶していますが中国の駆逐艦ネーハがオーストラリア船を監視するために接近しましたその結果オーストラリアのダイバーが水中でプロペラを修理している時に中国のソナーによって負傷してしまいましたオーストラリアはこれは超音波兵器だからよほど強い音なら人に被害が出るかもしれないと主張しています もちろん、継承に違いないので大きな問題にはならなかったのです。だから、オーストラリアは、これはやりすぎだ、安全ではない、と抗議しました。すると中国側は、私の行動はすべて適切であり、近づきすぎたわけでも、ぶつかったわけでもないというのです。つまり、中国のこの場所には近づきすぎるな、近づくな、ということです。このような紛争や摩擦はずっと続いています。 実は東シナ海にはもう一つ問題があります。中京と日本との紛争です。中京は同じ海域にレーダーやセンサー付きの部位をいくつか設置しているのです。船が近くを通ると装置が信号を送ってきます。日本は非常に憤慨し、ここは私の排他的経済水域だ。なぜこんなものを置いているのかと言いました。日本側はそれを引き上げて中京に返却し、中京は再度それを設置しました。 それが中国側の過去のやり方です。今、日本側は軍艦を派遣して中共の部位を解体し、すべて持ち去った方がいいという考えに至りました。もちろんそうすることは緊張を招くことにもなりかねません。だから周辺はとても不穏な雰囲気に包まれています。今、日本の話をされて、ふと思い出しました。最近韓国では、国連の連合国17カ国の国防大臣が韓国に行き、 韓国と初めての関係閣僚会議を開いたようです李玄香さん具体的にどのような状況なのか教えていただけますかいわゆる国連軍司令部です1950年7月に設立されました当時1950年6月に北朝鮮が韓国を武力侵攻した際アメリカは国連で国連軍の結成を提案しました国連軍には司令部があり70年以上の歴史があります 最近韓国で開かれた会議ですべての関係国が共同宣言を行いました。つまり1950年代と同じような攻撃や軍事攻撃がまだあれば手を携えて対処するというものです。これは以前にはなかったことです。17カ国の中にはたくさんの国があります。例えばアメリカ、イギリス、オーストラリアなどです。フィリピンもええ。フィリピンと韓国はもともと交流があります。 最近、いくつかの国連の国がすべて参加しましたが、これは国際舞台での中共の評判がどんどん悪くなっていることを示しています。トルコ、イベリア、コロンビア、ギリシャ、ルクセンブルク、オランダのような国々がすべて参加し、共同宣言に参加しました。これは中共が実際にあちこち挑発して、みんなの怒りを買ったということを反映しています。 またもう一つわかります。実は中共が国際的な圧迫を打破するために南北朝鮮の衝突を望んでいることを国際社会は知っているので、韓国は実は非常に危険な状態にあります。韓国の態度は最近ますます厳しくなっていますが、実はそれは自国の安全保障の必要性からなのです。実は最近、中共と近隣諸国との軍事摩擦が本当に絶えないことがわかりました。 私は個人的に、中共にはまだ国防部長が必要だと考えています。国防部長は外交担当だからです。カッサンにお聞きします。もし国防部長の排出が難しい状態が続くとしたら、米中間の軍事体は、中国と近隣諸国との軍事環境にはどのような影響があるのでしょうか影響はあるはずです。なぜなら、中共の国防部長は実権を握っていないものの、 対外的な連絡機能はあるからです。外国の軍隊が中共軍と接触するときは国防省を通じて行われます。冷戦時代の経験ではアメリカの国防長官とソ連の国防省の間にはホットラインがありました。両者の間に何か問題があればホットラインを通じてすぐに連絡を取ることができました。これによって誤解をなくし紛争が戦争に発展する可能性を避けることができました。 これまでアメリカは安全保障のためのフェンスの設置について述べてきましたが、まさにその仕組みです。アメリカが言いたいのは、戦闘や競争、さらには熾烈な競争が続いている間は、誤解によるエスカレートの可能性を減らすために、双方にハイレベルな意思疎通のための仕組みが必要だということです。しかし、李正福のポジションは空席のままです。彼はかつて軍事装備を担当していました。アメリカの制裁対象リストに載っていたことから、 アメリカとの交流がなくなりました。アメリカが電話をかけても中国国防部は聞く耳を持たず、この仕組みは長い間機能していません。サンフランシスコの首脳会議の際、米中は主にこの仕組み、両軍のハイレベル対話を再開することで暗黙の合意に達しました。理論的には、中共はこのような意思疎通のために別の軍交換を指名することができ、軍事委員会の他のメンバーも同じことができます。しかし、国防部長がいないというのは、 どう考えてもおかしいし、国際的にも中共にとって恥ずかしいことです。それが内部闘争に対応できないことを示しています。ですから近い将来、新しい国防部長が任命される可能性は高いでしょう。さて、そろそろお時間となりました。非常に素晴らしいご意見をくださったゲストの皆様、ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様にも感謝申し上げます。次回の番組で、またお会いしましょう。